城ヶ島灯台とは、神奈川県南東部、三浦半島南端沖に浮かぶ城ヶ島西端の長津漁席にある灯台。標高約30メートルの崖上に立ち、相模灘を照らす。周辺は太平洋を望む景勝地で、海岸の磯は観光客で賑わう。日本で5番目に点灯した西洋式灯台で、現在の灯台は2代目のもの。ヶ島には、 江戸時代より放課台が設置され、灯台としての役割を果たしていた。幕末を迎え鎖国が解かれると、裏賀水道の出入路に近いことから、西洋式灯台の建設地に選ばれ、明治3年に初点灯。その後関東地震で倒壊するが再建され、白色円筒形の現在の姿となった。過去には灯台博物館も設置されていたが、昭和40年代に廃館となった。 普段は内部に入ることはできないが、イベント開催時など、稀に内部公開されることがある。付近一帯は、城ヶ島島大公園として整備されている。2001年発表された、トロと休日のロケ地として知られている。1648年、三崎奉行、安倍次郎兵衛が、島東端の安房先に放課台を設置したのが、起源とされる。1678年には、 放課題は、幕府の命によって島生誕の西山に移設され、魚の油を燃やす安頓式の灯明台となる。1721年には、三崎大館、川原清兵によって、松巻によるかがり火に変更された。光立ち距離は、約8里。燃料費は、裏側に入港する船舶から徴収し、城ヶ島には燃やした松の炭を使う刀鍛冶もいたと、言われる。 初代東大の建造に使用された横須賀製鉄所レンガの刻印部分八百六十七年、幕府は諸外国の東大建設の求めに応じ、観音崎、野島崎、品川大二宝大、そして城ヶ島の四カ所に東大建設を計画した。フランス製陶器の使用が決まっていたため、横須賀製鉄所の主張として招かれていた、フランス人技師レオンスベルニーに建設を依頼、 明治維新を経て1870年9月8日に初点灯を迎えた。日本の西洋式灯台としては、観音崎灯台、野島崎、灯台、品川灯台、柏崎灯台に次ぐ5番目の点灯である。建設費は750両へ660分。建設当初は統計のレンガ作りであった。1923年9月1日、関東大震災が発生し、 設置当時の灯台は、明かりと付属車ともに完全に倒壊した。その後1925年8月1日に、白色灯計コンクリート作りで再建され、現在まで使用されている。1928年、城ヶ島への伝統施設に伴って光源が、アセチレンガスから伝統となり、高度が2万 CD から12万 CD へ引き上げられた。戦前、 城ヶ島周辺海域で演習が行われる際には、名古の制限も行われた。1991年に無人化された。なお、1870年以降城ヶ島の東側には、灯台が存在しなかったが、周辺が、遠浅の岩礁地帯で通行に危険を伴うとして、1962年に安坊崎灯台が設置されている。ありがとうございます。